今回、トワイライトシンドロームをプレイします。みなもです。よろしくお願いします。第4の噂、日野城高校の七不思議。嫌われてるのかな。わあ。不思議。13階段。石膏像。本物の頭蓋骨。血の涙。幽霊の話し声。
掃除道具入れ、黒猫の死体。陸上部員その後、動く骨格標本。死刑囚。冤罪だったんですね。これか。ちさとちゃんに聞いてみよう。イミテーション。揺れてる。ポルターガイスト。ちょっと地下を確かめに行きましょう。ここへ行けばいいんだろう。
次は美術室。呪われた石膏像。そうだな。うわあ。埋め込んだ。ひどい話ですね。これだろう。これから調べていきましょう。こっちにもあります。ここ怪しい。植木バサミ。
誰が来た？とりあえず今逃げるとまずそうです。隠れましょう。まずい。なんでこんな時間に。なんだ、気になる。ああ、本当にありましたね。ここは千里ちゃんに。車輪ってお金？ああ、貯金箱。ママ、骨はないみたいですね。階段を降りてすぐの右のドア。黒猫の死体のプレハブ。行ってみましょう。君だ。話したくてしょうがない。
蝶々。気になる。キング少女。何が入ってるんだろう。簡単に開いた。オープンザ。ドライバー開かないみたいです。無理だ。あ、開きました。猫がいる。餌全部食べちゃうんじゃないんでしょうか。次はどっちだろう。図書室。
自分で調べてみます。何か聞こえた。気になる。教師なんですよ。模倣。でも冗談じゃなくて、今日はあちらがあるんです。食べれましたよ。いや悪い悪い、近くの酒屋で休んでね、下のコンビニまで車で降りたんですよ。でもまあ頼まれたものは揃えましたよ。あれ車だとちゃんと行ったらですね、車で買いたかったんですよ。それはめっくらしましたか。ご苦労様。しかしあれだな、新暮らしも古い先輩を持ったもんだな。あいつだけに毎日付き合わされた。全くですよ。今夜だけですよ。君先生、それを。すごいな。いいよ、そんなことないですよ。つみげを教えてないんだ。何も思ったから。してくださいよ、本当に。麻雀してました。
千里ちゃん頼りになるな。少なくとも人は。あ、ちょっと選択肢を間違えたかな。気になるなぁ。三、四、五、13。ちゃんに聞こう。あ、そうだ、これが肝心だ。嫌な感じがない。そういうことか。ラス1。
わ。あれでやばい気もするんですが、これは今日のエンディングでしょうか。大吉だ。あれでよかった。続けてこの噂に行きたいと思います。クロンソン、
全然わからない。何があったんだろう。
買いに行こう。姫神さくら SH。
うわぁ。危ない。ああ、ここで続く。すごく気になりますね。というわけで、トワイライトシンドローム探索編、すべてのイベントをクリアし、エンディングになりましたので、終了したいと思います。また、救命編でお会いしましょう。ありがとうございました。
僕幽霊